達人の道、今日の達人は、その役者がそこを本当に生き始めた時にすごくこう深くなるんですよ。完成しないところですかね。直接生でお客さんの反応が伝わってくるところですかね。舞台で芝居をすることに魅了された人たちが集い、ゼロから作り上げていく、生み出す大変さ、辛さ、そして喜びや達成感。本日は舞台の達人です。6月に38回目の公演を控え、ただいま稽古が佳境、劇団一の会。いつでも君を、小学生男子が巻き起こす日常が舞台です。すごい期待してます。絶対面白い作品になるだろうなと思うし。劇団一の会主催、坂口浩一さん。オリジナルでクオリティの高い作品を舞台で表現する達人です。今度の舞台、その中心は小学生を演じる大人たち。小学生とかってさ、なんか 悪かった悪かった、もう悪かった。あのね、そ、放送できるんですか？大丈夫。あの、近所の家のベンツ、やめようか。で、実は悪かったでしょ。いや、もう全然ですよ。超優等生。何してたの？勉強本でしょ。勉強、僕はもう本当優等生で、もうなんかもうなんていうの、100点を取るために僕はいるから。でも100点僕なんだよ。小学生どうですか、演じるっていうのは。いやー、難しいですよ。本当はもうあのピュアな気持ちが出てこない、自信も。今回の作品を書き、演出も手掛けるのは松本さん。ただいま稽古真っ最中ですが、どんな舞台になっていくのでしょう。まあ、難しさで言うと、やっぱり小学生、まあ、30歳ぐらいの男の人たちが小学生の役やるので、ちょっとまあ狙いすぎるとあざとくなって見てる方がなんか引いちゃうかもしれないので、そこが難しいところではあるかなと思います。面白いところは、まあ、だからそれが、まあ、小学生が登場する舞台っていうのは自分の劇団でもやったことあるんですけど、その時も40歳ぐらいの人がやったんですけど、不思議ともう小学生に見えてくるので、そうなった時はやっぱり面白いところじゃないかなと思いますね。劇団一の会を率いる坂口さんに、役者を志し劇団を旗揚げ、ここまで育ててきた大切なものを伺いました。15の頃始めたんですね。ちょうど高校1年生、高校に、僕高校行けると思ってなくて、ちょっと あんまりそこがよろしい方じゃなかったもんですから、でたまたま受かっちゃって、で、あ、これちょっと人生しっかりちゃんとやんなきゃいけないなと思っていろいろ探したんですよ。で、音楽もやったんだけど結局続かなくて、で、ある新聞広告にその俳優の養成所みたいなのがあって、あ、役者ってどうなんだろうなって言って始めたのが最初ですね。劇団始めたのも若いやつらが入ってきたのもそうなんですけど、別にこの劇団を大きくしようと思ってるわけじゃなくて、その集まってくれたやつらが、もう本当青臭いこと言うと、もっと自分の夢を叶えてほしいなって、とにかく役者として食えるよ、うん、食えるまでいかなくてもいいかもしれないんだけど、その、あ、これやってていいんだなって、こういうことやってて、年取って俺ももう50前にして、あ、やってていいんだなってなんか思えたらいいなという思いはありますね。最初はね、一の会って僕一人でやってたんですよ。だから一人の会っていう感じだったんですね。で、たまたま、まあ、ちょっと名前つけた方がいいかなと思っていろいろ考えてて、で、あと僕は坂口浩一というんですけど、その一も取って一の会にしたんです。劇団一の会の拠点、ワンズスタジオ。この劇場だって自分で作ってしまったくらいですから、何もかも手探り手作りで完成させました。東京練馬区にある劇団一の会ワンズスタジオ。客席が階段状になっていて、
素敵な芝居小屋です。芝居好きな人、近所の方々が集まってくるカフェも併設。賑やかで楽しい空間なんですよ。このワンズスタジオっていう名前なんですけど、そのワンズっていうのもそうで、1に複数の S がついてるっていう意味合いもあるんですね。やっぱりね、総合芸術なもんですから、全てのものがあってやっと一つの作品になるので、一人じゃできないんだなっていう思いがすごくありますね。関わって、まあ、もちろん一番なのはお客さんがこう見て、本当の意味で楽しんでもらって、あ、自分のお客様のご人生になんか還元できればそれが一番いいなと思うのと、あと、まあ、うちに関わってくれた人たちが本当に誇りに思えるような、あ、やっててよかったなって思えるような団体になればいいなと思ってますね。そんな舞台の達人坂口さんのそばにいつもいらっしゃるこの方、熊谷ニーナさん。一の会を一じゃなくさせたキーパーソンです。あのね、本当に支えてもらってます、この劇団を。彼女がいないとね、何も回らないですし、本当に支えてもらってますね。僕は座長なんですけど、本当の座長って言ってます僕は本当芝居しか知らないし、一般的な教養が本当にないので、もう彼女がいないと何もできないし、で、あとその芝居的にも、なんだろうな、僕が言うのは何なんですけど、本当に良くなってきてるんですね。だから本当に役者としてもいないと困るし、まあ、制作的にもいないと困るしっていう感じですね支えてもらってます。私声優にもともと憧れてたんですけど、一番最初に養成所から入ったプロダクションが大阪のトーク ING というタレント事務所 でレポーター DJ というところからスタートしまして、で声優になりたいという気持ちのまんま東京の AT1 プロデュースというところに移籍をいたしまして、でそこから声優の仕事をやろうと思ったら、芝居をやったことがないってって言われて、そこから舞台を始めましたね。だから舞台のデビューはね、27ぐらいととても遅いんですね。でそこから、まあ、年間すごい数でやらせていただいて、でまあ坂口浩一と出会い、そして1999年にこの劇団一の会っていうのを立ち上げるのに、まあ、二人芝居をがっつりやりまして、でそれから抜けられなくなりました。抜けていくのは坂口座長の髪の毛で抜けられなくなっていくのが、やっぱり苦しくって、どっかやっぱり褒められたいとか気持ちいいとかっていうよりは、なんかこうどっかちょっといじめられるというか、それを踏ん張ってえいやってやった時の快感の方が気持ちいいなと、それがなんか舞台をやっているってことなんじゃないかなと思いますね。お芝居を愛している坂口さんをずっと見てきたニーナさん、坂口さんを一番知っているニーナさんはこう坂口さんを評します。またアホって感じですね。彼に、私人間的にはすごく未熟なところが、失礼ですけどある人だと思うんですね。でその分芝居っていうことに関して言うならば大尊敬してます。でそこの芝居っていう部分で、もう私が一から本当に、今まで劇団一の会に関わる前にもいろんなお芝居やってましたけど、なんでそんなつまんない芝居してたのかなと、気持ちが動くっていうことがどんなに大事かなっていうことを彼は教えてくれて、でまあ喧嘩しながら、もういつも芝居のことで喧嘩ばっかりしてますけれども、でもそこは尊敬するところなので聞けますね。でも普段の生活はだらしないし、もう本当にもうねまあそんな感じなんですけど、まあ、そこは人間、私は一般常識はあると思っているので、そこのバランスで補っていければいいかなと思ってます。ニーナさんに愛されている坂口さんですが、彼のもとにはたくさんの人たちが集まってきます。不思議な魅力があるんですね。劇団員さんにそのあたり伺いました。なんていうんですかね、関わったのはもうかれこれ
僕が二十歳の頃に、上京してきて、すごいなんかまあその当時お芝居の勉強とかもしていたんですけど、坂口浩一うちの座長がですね、自ら宣伝に来たのがきっかけで、それで初めてこう舞台を見に行ったんですけど、宣伝に来た時の謙虚な坂口浩一と舞台でいる時のもうバカ丸出しの坂口浩一のそのギャップを見まして、この集団は何なんだというところから始まり、ちょっといろいろと関わらせていただいて、出来上がってからまあ見てるんですよ、ここの小屋を。すごいスキルを持っているなっていうふうには思いますね。坂口浩一というキャラを見てしまって、なんだこのキャラはと思ってもうそれにもう感銘、すっげーと思った感銘を受けて、それで一緒にこういう舞台を作っていけたらいいな。だからうちの会っていうのも常になんか劇団員が2人3人っていうのが入れ替われているんですけど、今本当にいい状態で、それぞれ男の子たちが3人いるんですけど、まあ、みんな大平は全体を把握していますし、何でもこう絶対にノーって言わない子なんですね。中込は本当に介護士っていうこともあるし、性格的に優しいし、どんなに忙しい時でもパニックにならないんですね。だから職業からかなと思うんですけど、だから舞台でどんなにあわあわしててもなんていうか言いますよって感じの、そこでこう救われて、機械関係は全部彼がやってくれますし、あとその舞台のセットとかいわゆる裏方さんに関しては本当に鈴木が役者で頑張らなくちゃいけないのに身を削ってそこを頑張ってくれます。で今女の子が一人節子っていう子が入ったんですけど、その子も一生懸命、なんか笑顔を振りまき、お菓子を食べ頑張っております。一の会の舞台に立ちたいとこの春門を叩いた女性が加入、舞台をより良くしたいと今回は裏方さんとして力を発揮しています。同じく舞台には立ちませんが、こちらのワンちゃんも立派な劇団員、坂口一くんは劇団一の会の看板犬です。以後お見知りおきを。こんな愉快なメンバーで次回作いつでも君を作り上げていきます。お知らせの後一の会が手掛ける舞台をご紹介。達人の道、舞台の達人。お芝居が大好きな人たちが集まって自分たちで芝居小屋を作り作品を演じる劇団があります。一の会、これまでどんな舞台を披露してきたのでしょう。99年に、まあ、この一の会の立ち上げで、一の会という名前が一応ついたのもこの時だったんですけど、まあ、宮城野という八代誠一さんの二人芝居をがっつりやりまして、でこの時には劇場も借りてやってたんですね。でその後、まあ、語りっていうものを年に1回矢島正明さんの演出でやり始めたのが2003年で、それから年に1回必ず矢島正明さんの演出で語りをずっとやらせていただいていて、でここの新しいスタジオで一番最初に立ち上げたのが眠るまで何もしないという縦横企画の横田さんが書いていただいたお芝居で、その時にこのスタジオをみんなで手作りしたスタジオで、まだ綺麗になってないところに荒組の舞台を組んで、そこでようやくみんなが舞台で立ち出した時に空気がファーって劇場みたいに生まれてきて、そこからこのバンズスタジオが一つ一つ積み重ねてきました。客演としてたくさんの舞台やテレビなどでも活躍されている坂口さんが、一の会オリジナル作品を1年に数回作り上げている情熱は凄まじいものです。すごい生真面目で生真面目で生真面目で、朝から次の朝まで稽古してるんじゃないかっていうぐらい、そんな風に映ってますね。今回客演として舞台に立たれる役者さんにも坂口さんの印象を語っていただきました。誠実な稽古が好きな、誠実な、まあ、変わった方ではあると思いますけど、まあ、僕やれって言われても自分ではこういうことはできないし、それはもうその辺はもう坂口さんにしかない情熱とかやり方だと思うし、演劇に対するやり方だと思いますので、すごい低姿勢、誰に対しても低姿勢で、僕のことは多分分かってないけどすごい低姿勢で
で、この間ちょうど去年お世話に坂口さん出られてる舞台にちょっとお手伝いですごい入らせていただいた時に、こう面と向かってお話しこう認識してもらってお話ししても低姿勢で、こんな前後が印象変わらない人いるんだなって思ってすごく驚きました。ボソッと気を使ってくださる方だなと、あと思ったよりスポーティーな格好をするんだなっていうことを思ってます。そんな風に思われてますよ坂口さん。ありがたいですね。僕はもともとその劇団を何だろう始めて、まあ最初ずっと一人でやってたもんなんで、まさかねこう仲間が集まってやってくれるなんていうのはあんまり思ってなかったんで、ありがたいです本当に。坂口さんが僕のことを大好きっていうことですね。それはすごいひしひしと感じる、はい、で坂口さんから僕に近づいてきたっていう感じです。で出会いですよね。出会いはそうです。坂口さんが僕に近づいてきたっていう。それがなければ出会ってないと思います。面白い団体が絶対これは見た方がいい。でちょっと下世話な話になるんですけど、早めに唾つけといた方がいい。もうまさしくそれで、その時初めて小松田東さんの伝行という芝居を見たんですけど、まあそれがよくて。坂口さんって実際は45歳ぐらいだと思うんですけど、まあ45歳ぐらいの年の役もできるし、今回の役はまあ漠然とですけど70歳ぐらいの設定にしてるので、そういうその見た目が髪の毛がもうないので、そういうとこもできるっていう、この幅広い年齢の役ができるのが坂口さんの強みかなと思ってますね。見た目だけじゃない。舞台でのお芝居が大好きなんだということが共通項になると、初めて顔を合わせた時からこんなにも強い絆で結ばれるんだなと感じました。劇団紹介38回公演、よろしくお願いします。お願いします。なんか自己紹介からで、しっかり者のリーダーか頑張ります。お願いします。鈴木和也と申します。劇団紹介です。よろしくお願いします。熊谷ニーナと申します。今回いろいろと皆様、制作も含めて、私管理しておりますので、よろしくお願いいたします。劇団の中込と申します。よろしくお願いいたします。はい、僕は宮崎弁じゃないだろうって思ってたので、ちょっとその辺もあるので、もしかしたらまた宮崎弁に、今はこれ宮崎弁じゃないですけど、宮崎弁に変えるかもしれません。初めて手渡される台本、そして役柄、手探りをしながら挨拶代わりに読み解いていきます。気が合わないわですね。で、ちょっと自分がどうなってるか分かんないっていうのは一回忘れていただいて。読んでいいですか。よし、じゃあどうしよう。玄関から入ってきたのをサッとかわして、玄関からサッと見てる。え、サッと変わるっていうのが、まあ、台本書いてる時の僕のイメージもありますけど、全部、まあ、100% 僕のイメージをしつけてやるっていうことだけじゃなくて、あ、そういう風に見えるのかっていう役者さんがやった時にあって、それでいいと思ったらそっちの方に変えていってもいいと思うので、そういう意味での変わっていくっていうのはあると思います。漠然とはありますけど、やりながら変わっていくと思うし、やっぱそれが舞台の1ヶ月かけて稽古する舞台の良さというか、1ヶ月かけて稽古していくので、想定してた内容から変わっていくことができるっていうのが舞台の面白さだと思います。達人の道、舞台の達人。舞台でのお芝居にありったけの情熱と愛情を込めて、劇団一の会が6月からいつでも君をの公演を行います。これまで37回に加え、朗読なども手掛けてきた一の会。
この手作りの芝居小屋にたくさんのお客様が来られます。調子はどうですか？元気にしてますでしょうか？昔みたいにまた笑って会えたらいいなと思っています。思えばとても愛しい夢のような日々でした。ごめんなさい、いつまで経ってもうだつが上がりません。それでもあなたを頼りに暮らしています。ぐしゃぐしゃぐしゃ、いつでも君を。ぐしゃぐしゃぐしゃ、ぽい。これは出会いと別れ、そして再会、そんな物語です。劇団一の会38回目の公演、いつでも君を、2015年6月23日火曜日から28日日曜日の6日間8公演を行います。場所はここ一の会があるワンズスタジオ。チケットのお求めは電話かファックス 050-3379-2826 までご連絡ください。はい、もしこのメンバーをどこか街で見かけた場合は、なんだっけ、なんでだよ声かけてください。でも今電話番号のスーパーね、書き留める前に消えちゃってると思うから、もう一回言います。はい、050-3379-2826 までお願いいたします。あ、もしあれだったら僕の携帯の番号080いいですね。ウェブサイトでも情報載ってますので、ぜひ見てください。はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。チケットのやつ言ってなくね。そうだよ、前売りだと200円もお得なんですよ。当日だと入っていただけないこともありますからね。皆様ご都合合わせていただいて、舞台好きな方にぜひお越しいただければ幸いです。きっと満足いただけるものになっておりますので、ぜひ。では まさに達人、素晴らしいですね。次回達人の道は公募の達人、あなたのアイデアが賞金や豪華賞品になるコンテスト情報をたっぷりお届けします。お楽しみに。